主に樹脂製の見切り台ですとか、あとバスパネルを中心に、現在ではこういった断熱材も、製造販売しております。こちらの方はですね、次世代省エネ基準対応の、古紙を機材とした、断熱材でフォームエコという商品になります。特徴としましては、基本的には古紙を原料としておりますので、燃やしても、有害な物質も出ませんし、環境に優しい商品になっております。こちらはですね、遮熱パネルーフという商品で、屋根の遮熱材になります。特徴としましては、こういった樽機関の方にこういった、パネルタイプの板を折り曲げて鈴基礎を作りまして、太陽光を反射して遮熱を行います。そうです、実際部屋の実際の室温で2度から3度夏場の方で温度が変わってきます。これは薄い貯留タンクのエコレインという商品で、屋根の雨水を貯留してこういった庭の湧き水等に使える商品です。特徴としましては、この分流器がありまして、最初の酸性の強い雨水というのはしっかり下の方に流して、きれいな水だけこちらの中に溜めまして、庭の湧き水、湧き水、そうですね、使うことができるエコ商品になります。